タクヤスノブタクヤスノブ1月7日から1959年3月2日は日本の内務警察官僚感染県知事東京市女役佐賀県出身タクツナイチロウの長男として生まれる第一高等学校を卒業1914年11月文官高等試験行政科試験に合格1915年 東京帝国大学法科大学政治学科を卒業。内務省に入省し30県属となる。1917年、三重県長郡町に就任。以後、京都府笠群町、京都府理事官、産業部農林課長、京都市助役、地方事務官、愛知県勤務、富山県書機関、学務部長、徳島県書機関、警察部長、福井県書機関、警察部長、 和歌山県書機館内務部長、警視庁書機館官,官房主事、長崎県書機館内務部長などを歴任。1932年6月、青森県知事に就任。民間の電気事業の県営移行を推進。1934年8月、岡山県知事に転任。同年9月の室戸台風災害の復旧に尽力。百三十七年七月。 千葉県知事に転任。県庁に軍需課を設置し、軍需品の教室、圧線を担った。また、水害対策として、手が沼、陰馬沼の放水路計画を推進。1939年1月、知事を退任した。同年に退官。その後、東京市教育局長、同助役を歴任した。戦後、日本市伊賀県農業。 共同組合連合会名誉会長を務めた。ありがとうございます。